腕がない自分がやっぱコンプレックスだったし、どこかみんなと同じようになりたかった、同じような型にはまりたかった。私が小さい頃は障害者がテレビに出るとか何かの広告に出るっていうことがなくて、なんで自分だけ腕がないんだろうっていう気持ちだったんですね。常にすごく孤独を感じてたかな。けれどパラスポーツを始めてみて、周りを見てもやっぱり足がなかったりとか、いろんなこう障害がある方々がいて、皆さんが自分ができる範囲で一生懸命最大限の努力をされてる姿を見て、みんな同じじゃつまらないっていうような考え方になって、ありのままの自分を受け入れてもらえたような気持ちでしたね。腕がなくてもできることもたくさんあるし、胸を張って生きてるし、なんか腕がないから不幸じゃないし、人生ハッピーに生きていける。同じような腕のお子さんとか、そういう子供を持つ親御さんたちに会う機会が結構多くて、そのお子さんたちだったり、その親御さんたちに私も感じてた不安をこうなくせるような発信はしたいなって思ってます。はい。